相変わらずしなやかで華麗な動きだけど、力が入りすぎてる。これじゃ怪我をさせる可能性が。てめえらにも花を備えなきゃなんねえようにしてやるぜ。そのソウルソサイティとかいうところから、俺はお前らにとっての怪物だ。お前らを全て食らい尽くす怪物だ。もう一度白蛇と呼べば、その喉かき切るぞ。神話の時代より受け継がれた我が一族の悲願、白竜の里に残してきた者たちよ。あの恩知らずに一泡吹かせたかったが、自分の宝の取り分は全部ここに貢いでたから。靴は勝手に判断してくれませんからね。ところでベジータさん、なぜ人間は働かなくてはならない。寝たいだけ寝て食いたいだけ食う。シャリオス17世。奴によって人間たちは悪魔を圧倒する力を手に入れた。もしや前世の恋人、はたまた宿命のライバルって、吉野じゃあるまいし。あ、そういえば今日はなんか用事があったよな。あなたの価値観を押し付けないでください。普通ですよ。覚えられないだけでしょ。そうですか。他に何か。どうも、ライアです。お姉さんせっかく美人なのにもったいないね。おお、やっぱ怖い怖い。似ているが、こいつはヒョウじゃねえ。でもなぜだ。なぜ俺はヒョウを知ってる。一体何なんだよ、これは。